バーグです。吉野さんのお母さんにまたもらっちゃって、昨日もらってきたんですけど、すっごい美味しかったんですよ。あ、煙すごい。ハンバーグって作るの意外と手間なんでね、すごい、今度自分でも頑張って作ってみようと思いますけど、はい、美味しそう。ちょっとテンション上がりますね。ハンバーグってテンション上がります。焦がさないように気をつけます。はい、こんな感じになりました。ハンバーグちょっと割れちゃった。もったいなかった。はい、でもね、味はすごく美味しいので、はい、ケチャップと太陽ソースかけてます。はい、今日も吉見さんちょっとお仕事遅いので先に食べます。はい、吉見さんの分もね、あの、さっき4つあったので2つ置いてます。じゃあ先にいただきます。はい、今日のご飯です。もう困った時のサバみたいになってますけど、サバ美味しいですよね。もうハマる。はい、そしてこれがあの、ゆしみさんのお母さんにいただいたキムチがまだたくさん残っていて、それをうどんにしました。はい、でキムチってね、酸っぱくなってもこうやって汁物とか煮物とかに使えるのがいいですよね。本当に万能な漬物だと思います。はい、今日もね、ちょっとゆしみさん遅くなってるので、はい、先に食べようと思います。はい、ね、忙しいのはちょっと仕方ないですね。吉見さんの管理職ですので、はい。はい、マサは、できることを頑張って助けてあげたいと思います。こんばんは。こんばんは。今日は吉見さんが作ってくれました。これは胸肉を、うん、でも本当に味見してないから分からへんけど、うん、胸肉を塩麹で漬けといて、うん、で途中までブロッコリーと一緒に茹でててんけど、うん、鶏肉ってなかなか火通れへんから、うん、待ちきれへんくって、うん、あのオーブン焼きに切り替えて、うん、で上からオリーブオイルとバルサミコ酢をかけて、うん、焼いた、何分ぐらいだかな、焼いた後に、うん、途中からチーズにのせて焼きました。めちゃくちゃ美味しそう。バルサミコ酢、これあの、あ、職場でもらったものというか、一見バルサミコ酢って分かれへん、あの、パック入れ物というか、はい、こんなんです。で、間違いなくバルサミコ酢やね。プランタンって書いてるのかな。プランタン。フランスやね。うん。これを使ってもらいました。ブラックトリュフって書いてるね。ブラックトリュフ。バルサミコグレーズ。グレーズって何？わかんないけど、かっこいいね。トリュフ風味らしいわ。うん。そして賞味期限が5月ね。11日。早い早い早い。どうする、あと数日でこんだけ使い切らなあかんねんけど。毎日これでなんか料理しよう。できる限り努力しよう。うん。うん、はい。こんなんですね。あともう一品あります。はい。これはかぼちゃ。かぼちゃ焼き？かぼちゃ焼き。かぼちゃコロッケじゃないやな。コロッケとまだ揚げてないしな。衣つけたわけじゃない。衣はなんだっけ？片栗粉ちょっとまぶしたぐらいやから、うん、別にパリパリもしてへんねんけどね。かぼちゃ。じゃあコロッケじゃなくかぼちゃ焼き、うん、コロッケもどきもどき、はい、かぼちゃ焼き、うん、はい、安かったよ、かぼちゃね、業務スーパーで安かったね。176円、半分が、うん、安いよね、うん、こんな感じね。はい、作ってくれました、頑張って。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ゴールデンウィーク前、マサはね、マサは最後だったんですよ。吉見さんは
明日からずっとやる。二人かぶらないんですよ、休みが。ため息が出る。まあでも来週はかぶるもんね、うん、休みが。その時にちょっとどこか出かけようかっていう計画を考えてるところであります。はい。とりあえずじゃあ食べましょうか、冷めないうちに。はい、はい、いただきます。いただき、あ、そうだ、これ写して。可愛、はい、いでしょう、春仕様にして。春仕様ネイル、じゃーん。見える。こうした方がいいかな。花描いてもらいました。ゴージャスからちょっと切り替わって可愛らしく春っぽくしてくれました、うん、はい、はい、ネイルも変わって、うん、はい、それではいただきます。いただきます。はい、こんばんは。今日のメインはエビフライです。エビフライ、はい、エビフライを一から作るのは大変なので、はい、ちょっとすでにもう下準備されているものを使おうと思います。下準備されてたとしても家でエビフライ揚げるってあんまりないかなって思います。はい、あとは千切りキャベツと、塩昆布で、はい、ちょっと、まあ、サラダみたいなのを作ろうかなって思います。じゃがいもが残っているの気づいてなくて2個ありました、冷蔵庫に。またあのオーブンで焼こうと思います。よいしょ。火が通りやすいようにね、できるだけちょっと薄切りにしていきます。あ、薄すぎてもダメですけど、ちょうどいいぐらいの大きさにね。はい、人参とかって切りにくいんですけど、まあまあじゃがいもって切りやすいですよね。一番切りにくいのはさつまいもです。美味しいんですけどね、めちゃくちゃ切りにくい。包丁曲がるかと思いますもんね。はい、サラダを、まあ、作るとは言わないですね、入れるだけ。キャベツを入れて、もう楽したいからこういうタイプのやつを使います、はい、とこれ藤子の塩昆布、これがまあ一番いいかなって思います。サラダとかで使うには、まあ、ちょっと塩分もよく減塩って言いながらよく効いてていいんです。何かに会えるなら、ね、ちょっとパラッと、これですね、ごま油。やっぱりごま油があるとちょっと違いますよね、こう料理として。まあ、料理というのか分かんないですけど、よいしょ、と混ぜていきます。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はイベントを頑張ったんだよね、よしみさんね。ええー、疲れた？疲れた。もうお腹すいてたまらないそうで、はい、帰ったらご飯ができている幸せ。当たり前だよ、今日は。今日はっていうかゴールデンウィークずっと休みないから。はい、マサさんもありがとうね。エビフライ、少量の油で揚げたからなんかエビフライっぽくないんだけど、エビフライ揚げ焼きみたい、エビ揚げ焼き。じゃがいもとチーズかかってるよね。そうそうそう、オーブンで焼いた、まあ、いつものおなじみのやつね。はい、とこれさっき取ったんだけどね、取ってたんだけど小皿に移してます。はい、イエーイ、お疲れ様。お疲れ様です。低いお疲れ様です。出ました。はい。声がね、まだ枯れてる。食べようか。はい。いただきます。いただきます。